試合は8回に入ります。新外国人投手のG投手は2イニングを投げ44球で交代。今日は6回に3失点をしましてマウンドを降りています。そして8回のマウンドには木下が上がりました。育成契約、まだ支配下登録はされていません、木下雄介がマウンドに上がっています。徳島の聖光学園高校から一旦は大学、駒沢大学に入ったんですけれども、はい、すぐに中退して野球から離れたんですよね。しばらくサラリーマンやったりとか、それから、スポーツジムなどで働いていたんですけども、もう一回今度は四国のアイランドリーグに入りまして、で徳島、インディゴソックスから入団してきましたということで、異色の経歴を持ってましたね。本当ですね。もうご家族がいるんですよ。なるほどね。結婚して、はい、お子さんもいて入団してきました。だから去年は、独身寮に単身で住んでいたんですが、今年からは寮を出まして念願の家族との、名古屋での同居生活が始まっています。さて福田がファーストに、そしてファーストの堂上がサードに回りました。速球が武器の木下、147キロのストレートです。楽天打線は7番バッターの渡辺直人から8番山下、9番三好と下位打線です。その木下雄介に話を聞いたら、キャンプ1軍参加が決まって、そして1ヶ月2軍に落ちることなくファーストゴロ、アウトを取りました。完走しましたよね1軍、はい、もう何よりも奥さんが喜んでくれたそうでしてね。なるほどね。まず1軍に選ばれることがまず、はい、そうあることでもないでしょうし、そこで最後まで1軍と対応できて、まあ、今でも当然1軍の試合投げてるわけですから、はい、まあ、育成で入った時から考えますとね、それは夢のような話じゃないですかね。また育成契約からこの支配下につながる可能性がやってきましたから、はい、まあ、そうなるとね、まあ、これお金のこと言って申し訳ないんですが、もう全然待遇面変わってきますからね。いや、違いますね。もう家族にとってみたら何よりものですよね。もちろん木下自身の夢というのもありますけれども、支える家族にとっても大変嬉しいニュースになるでしょう。まだ支配下登録という決定は聞いておりませんが、1球1つのアウトがだんだんと支配下への道につながっていきますよね。本当ですね。まあ、自分でも充実の1ヶ月間キャンプを過ごすことができたと言っていました木下。持ち味はストレートの、そしてフォークボール。この木下が頼もしいのはやはり速球派のピッチャーですから、僕は三振を取りたいんですと言ってるんですよね。で今ストレートで空振りを取ってますよね。取りましたね。この力強いまっすぐにこだわっていきたいと言っているピッチャーの木下です。150キロが出ました。今日両軍で投げた中で一番速いんじゃないですか。一番速いですね。まあ、昨日は楽天の先発の藤平が150までは出ませんでしたけれども、はい、いいストレートを投げていました。いや、これだけのまっすぐがあるからこそ、その得意のフォークボール、空振り三振、打ってしまうんでしょうね今みたいね。完全なボール球ですが、腕を振られてもう釣られて、はいって感じで振ってきましたね。いい落差してますよね。いや、彦野さん、松坂の時に感じたあの必死さというんですか、はい、生き残ってやるんだという気持ちが伝わってきますね。同じように。そうですね。もちろん実績も名前も全く格もピッチャーとしての経験は全く違うんですが、松坂の時に感じたものと何か似たような雰囲気をこの木下のピッチングから感じますね。打順は9番のショート三好、今日はスリーランを打っています。
まあ、三好にとっても茂木がいない間にもう一つ二つアピールしていきたいですからね。そうですね。でもいいホームラン打ちましたよ ね、 今日はね。十分なアピールになったでしょう。あ、ストライク。今のはスライダーなんでしょうかね。スライダーですね。まあこれだけ腕が振れてればね、はい、いいんじゃないですか。もう少し緩むピッチャー多いと思うんですけどね。そして追い込んだ後、これ頭の中にフォークボールいっぱいになってますからね、はい、バッターが。2杯のマスクでも空振りそうな感じもしますけどね、投げ切れるなら。アウトローのストレートを狙ったようですね。ちょっと松井が遠慮してますかね、近め行くの。あー、なるほど、はい、こうなるとフォークボールっぽい、チトルならフォークボールって感じなんですけどね。ただまあオープン戦なんでまっすぐで行きますか。空振り三振、ストレートで三振を奪いました。木下雄介、堂々たるピッチング。現在は育成契約ですが、支配下登録を手繰り寄せる、その結果を一つ残しました。そして今日は松坂大輔投手が本拠地初登板ということで、また多くのお客さん、3万人を超えるお客さんが集まりました。2日続けてオープン戦で3万人超えるっていうのは、彦野さん、なかなかないことですよね、はい、いや、ないでしょう。でもまあこれぐらい入ってくれるとね、はい、まあ選手たちはもうすごくいい気分でやってるでしょうね、試合は。そのたくさんのお客さんの前で投げる喜びを感じているでしょう。木下が2イニング目のマウンドに立ちます。育成契約の木下、3桁から2桁に背番号を減らす道のりを今歩いています。1番の姉妹から始まるオーダー、姉妹、田中、そしてルーキーの西巻と続いていきます。まあ、島内、ペゲーロ、アマダ、ウィーラーといったところではないわけですから、はい、もう自分と同じ立場の選手相手に投げてるんだと思って、うん、ね。まあ、先ほど投げてた、はい、あの投げっぷりでもう十分ですから、変えずに投げてほしいなと思いますね。よく言うそのイニングまたぎの難しさっていうのはあるんですかね、彦野さん。まあでもどのイニングももう彼にとったら、あ、立場的にはもう必死で投げるしかないでしょうから、そんなペース配分だとかいろんなこと考える余裕もないでしょう、ね、小細工などはないでしょうね、であるならば、あの、まあ、ロングリリーフじゃありませんけれども、はい、負けている展開で中継ぎピッチャーを一人でも多く休ませたいっていう時に木下がどんな役割を果たせるかなとなれば、まあ、最初の立ち位置って言いますかね、その中の投げる場面というのはそういうようなところだと思いますけども、ね、まあ、ただ投げるたびにその、まあ、ゼロを重ねていけばですよ、はい、当然あの立ち位置変わってきますんで、ね、そうですよね。それが今度は勝ちパターンのセットアッパーになったりするわけですよね。サードはどの上、あの三馬がそうでしたよね。ああ、去年そうでしたね、はい、春先も彼がいなければ、っていう試合がたくさんあったと思うんですけども、彼もあの非常に投げっぷりの良さでね、どんどん攻めていった中で本当にピンチをしのいできましたよね、まあ、そういう風になっていけばいいと思うんですよ。まずはバッターは田中です。彦野さん、この田中は先ほどいいスイングしましたよね。まあ、うまかったですね、さっきはね。ライト、ライトでしたか、レフトでしたか。レフトですね。ツーベースを打ちましたね、はい、ただこのスピードボールはどうなんでしょうね、はい、弾き返せるのかどうなのかっていうのがね。スイッチヒッターの田中和樹、もう去年楽天が名古屋にやってきたときに、あの
星野千一さんからこの選手は本当に良くなるから注目しとけっていうふうに言われた選手がこの田中だったんですよ。あ、なるほど。わしが取れと言って取った選手だっていうふうに胸を張ってましてね。まだ馴染みは薄いかもしれませんが、まあ、でもスターダムの最初の段階っていうのはみんな誰それっていうところから始まりますからね。そうですよね、もちろんそうですよね。それが田中といえばもう楽天で田中といえば田中マー君だったのが、うん、いつの間にか田中といえばいやあの和樹のことだろうっていうふうに名前が変わってくる可能性もありますからね。対7と大味な展開になりました。今日は楽天ファンを大いに沸いたシーンがたくさんありました。アマダーのホームラン、そして三好のスリーランホームランもありました。その簡単には終わらないという意味では田中もそういう姿見せてますよね。今でもインコースの低め結構厳しい棒だと思うんですけども、まあ、なんとかバットを出してねファールして逃げてます。はい、フォアボールです。田中が勝ち取ったフォアボールです。まあ、やはり 3-2 っていうボールカウントはあのディロン G でもそうでしたけど、はい、甘くならざるを得ないところなんでしょうかね。特にこの時期っていうことを考えると、フォアボールってあんまり出したくないですよね。はい、まだ打たれてもそんなにね、響かないところですから、そういうことですね。ですからそういう勝負行ってっていうふうに思いますから甘くなる可能性は高いんですよね。さあそして西牧です。西牧は楽天に入団したルーキーの中で唯一今一軍に帯同しています。それが高卒ルーキーですよ。そうなんですよね。楽天ジュニアというチームがありますけども、そこから初めてのプロ野球選手だそうです。なるほど。はい、あの各球団がジュニアチームを持っていて、あのジュニアトーナメントっていうのをやってますよね。ランナースタートしました。盗塁は失敗。松井雅人、今日2つ目の盗塁し。これはうまかったですよ、今。まずまずいいスタート切られましたから、ただ取ってからちょっと横から投げたような感じでしたけど、コントロールが素晴らしかったですね。はい、取ってから早かったのと、でタッチしやすいところにボールが行きましたね。はい、これで上に振りかぶって、はい、上から投げようとしてると時間がかかってましたけど、ちょっと横に流れたままの体勢のままね、はい、うまく投げ切りましたね。松井が一つ助けました。このまっすぐをどんどん行って、このいわゆる高校生なわけですから、はい、から入ったばっかなんわけなんで、いやしかしいいバッティングを示せました。しました右中間破っていきました。ロングヒットコースです。足も速い西牧、三塁を狙う、三塁を狙ってスリーベースヒット。滑り込まずに三塁到達。西牧もまたアピールしました。実はあの線が細そうに見えると、で守備や走塁はうまいんだけれどもまだ線が細いんだよなってスカウトの評判があったそうなんですが、はい、あの平石ヘッドコーチが見たときに、いやなかなか素直ないいバッティングするじゃないかって言って、うん、一軍に抜擢したそうなんですよ。なるほど。今でも本当に無駄のないスイングできちっと140台中盤、はい以上のまっすぐをね、あれだけ弾き返すっていうなら何の問題もないですよ。そして内田一つね、ただすごく気になる部分が今のバッティングじゃなくて、はい、ね、西田君のバッティング返しはもう素晴らしいで一人で終わりでいいんですけども、ドラゴンズの中継プレーは一個も まともに返ってきてないですよ。今日ね外野からの中継なんですね。外野からまず最初のカットマンに入る内野、ね、はい、
セカンドショートに返すでしょ、そこにね、いい球が一球も返ってこないんですよ。今日試合を通してってことですね、はいはい、あまり目立ちませんけど、シーズンだと困りますよ、必ず一つランナー進んでしまいますからね。今日の解説は、まあ、かつてゴールデングラブを受賞されました外野手として鳴らしました彦野俊勝さんです。ちょっと、まあ、セーフでもいいんですけども、やっぱりカットプレーをちゃんと練習してきてるわけなので、そこに繋いだ上で最終的にセーフか合うか合うとかっていうプレーにしておかないと僕はダメだと思いますけどね。実戦の中でやってほしいですよね、練習のための練習ではなくて、ドーム球場人工芝ってことでね、はい、大きな、ね、ミスにはならないんですよ、少々変な球がいっても。ただ外のグラウンドだったりするとね、跳ねたりいろんなことがありますから、はい、内野のプレーってね、一つの塁で済まなくなる可能性がありますから。外野のミスは1点にもつながりますからね、だから、まあ、今日たまたまかもしれませんけど、いいカットプレーになってないのでしっかりやっておいた方がいいですね。現在の外野陣です。センターを守る友永、さあ追い込んでいますピッチャー木下、4番に入っている内田に対してアウトを奪うことができるか。ただ3塁に行った分今フォークボールなんでしょうけど、そうですかね、もっと低いところ本当は投げたいんでしょ、投げづらいところがありますか、かもしれないですけど、ただまあそれは松井を信じてね、そうですよね、もうボール1つ、2つ低いところ投げていけばいいと思うんですよ、まあ、カウントも追い込んでますからね、もう投げるボールなくなっちゃいますからね、そんなこと言ったら、はい、結局ギリギリ狙ったらボールになってしまいますから、はい、やって、こういうところはもうどうでしょう、村本に速いボールもしくはもう真ん中低めにフォークボール、おそらくその球が得意な球でしょ、この吉田のね、あ、木下のね、木下ここで決めたいところ、うまく運ばれました、1点追加、11点目が入りました。あ、フォークボールが浮きましたね、結局投げきれなかったなっていう結果になりましたよね。それにしても内田はこれで2本のヒット、3本のヒット、3本目ですね。内野安打とライト前軽打、そして今レフトの前にまあ、ね、フルスイングではなく、まあ、軽打2本ですよ。ですよね。追い込まれた後に対応力を見せてますよね。はい、そうですね、まあ、打点とホームラン王って言われましたよね。イースタンリーグの打点王、ホームラン王。打率はなかったのかなと思いますよ。今ようなバッティング見てるとね。これは今年期待ですね、本当に上手いなと思いますよ、内田というのはひょっとしたら楽天の中でよく聞かれる名前になるかもしれません。途中から守備で入っているキャッチャーの足立です。さあマウンド上木下、1点は失いましたが、でもそんなに大きなミスにはつながっていませんよね、まだね。そうですよ、まあ、持ち味も出てると思いますから、はい、キャッチャー後ろに反らせています。記録はワイルドピッチです。まあ、今のボールなんかは、ね、収めるのは難しいのかもしれませんけどね、随分手前でバウンドしてるんで、はい、でもランナーを返さないことですね、もう2アウトで追い込んでいますからね。先ほどと違うのは2塁、3塁じゃなく2塁だってことですよね、ランナーがね。外野手が前に来ました。点差は4点でありますが、この勝ち負けということではなく、このランナーを返さないという守備体系ですね。また低めの変化球、松井の方ももう1回続けてきましたね。ただフォークボールじゃないですね、今のはスライダー系だと思いますね。さっきワイルドピッチになったのと同じボールを続けていきましたね。
先ほどフォークボールが2球高めに浮きましたよね、1本打たれましたし、それで変えてるんでしょうか。スライダーの方が低く来ると思ってるんじゃないかなと思うんですね。ストレートで空振りを取りました。三振です。最後は自分の頼みとしているストレートでアウトを奪いました。2イニングを投げた木下、まあ、木下にとってみたらこの2回を投げ切ったというのが一つ1失点ではありますが、そうですね、大きな財産になるでしょう。首脳陣のアピール、記憶にしっかり木下という名前が刻まれたことと思ったと思うんですけども、彼も非常に投げっぷりの良さでね、どんどん攻めていった中で本当にピンチをしのいできましたよね。まあ、そういう風になっていけばいいと思うんですよ。まずは田中です。彦野さん、この田中は先ほどいいスイングしましたよね。まあ、うまかったですね、さっきはね。ライトでしたか、レフトでしたか。レフトですね。ツーベースを打ちましたね、はい、ただこのスピードボールはどうなんでしょうね、はい、弾き返せるのかどうなのかっていうのがね。スイッチヒッターの田中和樹、去年楽天が名古屋にやってきた時に星野千一さんからこの選手は本当に良くなるから注目しとけっていうふうに言われた選手がこの田中だったんですよ。あ、なるほど、わしが取れと言って取った選手だっていうふうに胸を張ってましてね。まだ馴染みは薄いかもしれませんが、まあ、でもスターダムの最初の段階っていうのはみんな誰それっていうところから始まりますからね。そうですよね、もちろんそうですよね。それが田中といえばもう楽天で田中といえば田中マー君だったのが、いつの間にか田中といえばいや、あの和樹のことだろうっていうふうに名前が変わってくる可能性もありますからね。第7と大味な展開になりました。今日は楽天ファンを大いに沸いたシーンがたくさんありました。アマダーのホームラン、そして三好のスリーランホームランもありました。その簡単には終わらないという意味では田中もそういう姿見せてますよね。今でもインコースの低め結構厳しい棒だと思うんですけども、まあ、なんとかバットを出してねファールして逃げてます。はい、フォアボールです。田中が勝ち取ったフォアボールです。まあ、やはり 3-2 っていうボールカウントはディロン G でもそうでしたけど、はい、今日の解説は、まあ、かつてゴールデングラブを受賞されました外野手として鳴らしました彦野俊勝さんです。ちょっと、まあ、セーフでもいいんですけども、やっぱりカットプレーをちゃんと練習してきてるわけなので、そこに繋いだ上で最終的にセーフか合うか合うとかっていうプレーにしておかないと僕はダメだと思いますけどね。実戦の中でやってほしいですよね。練習のための練習ではなくて、ドーム球場人工芝ってことでね、はい、大きな、ね、ミスにはならないんですよ。少々変な球がいっても。ただ外のグラウンドだったりするとね、跳ねたりいろんなことがありますから、はい、外野のプレーってね、一つの塁で済まなくなる可能性がありますから。外野のミスは1点にもつながりますからね、だから、まあ今日たまたまかもしれませんけど、いいカットプレーになってないのでしっかりやっておいた方がいいですね。現在の外野陣です。センターを守る友永、さあ追い込んでいますピッチャー木下、4番に入っている内田に対してアウトを奪うことができるか。ただ三塁に行った分今フォークボールなんでしょうけど、そうですか、ね、もっと低いところ本当は投げたいんでしょ。
投げづらいところがありますか、かもしれないですけど、ただまあそれは松井を信じてね、そうですよね、あのもうボール一つ、二つ低いところ投げていけばいいと思うんですよ、まあ、カウントも追い込んでますからね、もう投げるボールなくなっちゃいますからね、そんなこと言ったら、はい、結局ギリギリ狙ったらボールになってしまいますから、やって、はい、こういうところはもうどうでしょう、胸元に速いボールもしくはもう真ん中低めにフォークボール、おそらくその球が得意な球でしょ、この吉田のね、あ、木下のね、木下ここで決めたいところ、うまく運ばれました、1点追加、11点目が入りました。フォークボールが浮きましたね、結局投げきれなかったなっていう結果になりましたよね、いやそれにしても内田はこれで2本のヒット、3本目ですね、あ、内野安打とライト前軽打、そして今レフトの前にあの、まあ、フルスイングではなく、まあ、軽打2本ですよ、ですよね、追い込まれた後に対応力を見せてますよね、はい、そうですね、まあ、打点とホームラン王って言われましたよね、イースタンリーグの打点王、ホームラン王、打率はなかったのかなと思いますよ今ようなバッティング見てるとね、これは今年いい落差してますよね、いや彦野さん、あの松坂の時に感じたあの必死さというんですか、はい、生き残ってやるんだという気持ちが伝わってきますね、同じようにう、ね、もちろん実績も名前も全く格もピッチャーとしての経験は全く違うんですが、松坂の時に感じたものと何か似たような雰囲気をこの木下のピッチングから感じますね、うん、打順は9番のショート三好、今日はスリーランを打っています。まあ、三好にとっても茂木がいない間に、うん、もう一つ二つアピールしていきたいですからね。本当ですね。今いいホームラン打ちましたよね。今日はね、十分なアピールになったでしょう。あ、ストライク。今のはスライダーなんでしょうかね。スライダーですね。まあこれだけ腕が振れてればね。はい。いいんじゃないですか。もう少し緩むピッチャー多いと思うんですけどね。そして追い込んだ後、これ頭の中にフォークボールいっぱいになってますからね。はい。バッターが。インハイのまっすぐでも空振りそうな感じもしますけどね、投げ切れるなら。アウトローのストレートを狙ったようですね。ちょっと松井が遠慮してますかね、近め行くの。ああ、なるほど、はい、こうなるとフォークボールっぽい、ストルならフォークボールって感じなんですけどね。うん、ただまあオープン戦なんでまっすぐで行きますか。空振り三振、ストレートで三振を奪いました。木下雄介、堂々たるピッチング。現在は育成契約ですが、支配下登録を手繰り寄せる、その結果を一つ残しました。そして今日は松坂大輔投手が本拠地初登板ということで、また多くのお客さん、3万人を超えるお客さんが集まりました。2日続けてオープン戦で3万人超えるっていうのは、彦野さん、なかなかないことですよね、はい、いや、ないでしょう。でもまあこれぐらい入ってくれるとね、はい、まあ選手たちはもうすごくいい気分でやってるでしょうね、試合は。そのたくさんのお客さんの前で投げる喜びを感じているでしょう。木下が2イニングス目のマウンドに立ちます。育成契約の木下、3桁から2桁に背番号を減らす外野からの中継なんですね。外野からまず最初のカットマンに入る内野、ね、はい、セカンドショートに返すでしょ。そこにね、いい球が一球も返ってこないんですよ。今日試合を通してってことですね、はい、はい、あまり目立ちませんけど、シーズンだと困りますよ。必ず一つランナー
積んでしまいますからね。今日の解説は、まあ、かつてゴールデングラブを受賞されました外野手として鳴らしました彦野俊勝さんです。まあ、セーフでもいいんですけども、やっぱりカットプレーをちゃんと練習してきてるわけなので、そこに繋いだ上で最終的にセーフか合うか合うとかっていうプレーにしておかないと僕はダメだと思いますけどね。実戦の中でやってほしいですよね。練習のための練習ではなくて、ドーム球場人工芝ってことでね、はい、大きな、ね、ミスにはならないんですよ。少々変な球がいっても。ただ外のグラウンドだったりするとね、跳ねたりいろんなことがありますから、はい、内野のプレーってね、一つの塁で済まなくなる可能性がありますから。外野のミスは1点にもつながりますからね、だから、まあ、今日たまたまかもしれませんけど、いいカットプレーになってないのでしっかりやっておいた方がいいですね。現在の外野陣です。センターを守る友永、さあ追い込んでいますピッチャー木下、4番に入っている内田に対してアウトを奪うことができるか。ただ三塁に行った分今フォークボールなんでしょうけど、そうですか、ね、もっと低いところ本当は投げたいんでしょ。投げづらいところがありますか、かもしれないですけど、ただまあそれは松井を信じてね。そうですよね。もうボール一つ、二つ低いところ投げていけばいいと思うんですよ。まあ、カウントも追い込んでますからね。もう投げるボールなくなっちゃいますからね、そんなこと言ったら、はい、結局ギリギリ狙ってるボールになってしまいますから、はい、って、こういうところはもうどうでしょう、胸元に速いボールもしくはもう真ん中低めにフォークボール、おそらくその球が得意な球でしょ、この吉田のね、あ、木下のね、木下ここで決めたいところ、うまく運ばれました。1点追加、11点目が入りました。あ、フォークボールが浮きましたね。結局投げきれなかったなっていう結果になりましたよね。それにしても内田はこれで2本のヒット、3本のヒット、3本目ですね。あ、なんかだんだんと支配下への道につながっていきますよね。本当ですね。まあ、自分でも充実の1ヶ月間キャンプを過ごすことができたと言っていました木下、持ち味はストレートのそしてフォークボール。この木下が頼もしいのはやはり速球派のピッチャーですから、僕は三振を取りたいんですと言ってるんですよね、で今ストレートで空振りを取ってますよね。取りましたね、この力強いまっすぐにこだわっていきたいと言っているピッチャーの木下です。150キロが出ました。今日両軍で投げた中で一番速いんじゃないですか。いや、一番速いですね。まあ、昨日は楽天の先発の藤平が150までは出ませんでしたけれども、はい、いいストレートを投げていました。いや、これだけのまっすぐがあるからこそその得意のフォークボール、空振り三振、振ってしまうんでしょうね今みたいね。完全なボール球ですが、腕を振られてもう釣られてはいって感じで振ってきましたね。いい落差してますよね、いや、彦野さん、松坂の時に感じたあの必死さというんですか、はい、生き残ってやるんだという気持ちが伝わってきますね。同じように、そうですね、もちろん実績も名前も全く格もピッチャーとしての経験は全く違うんですが、松坂の時に感じたものと何か似たような雰囲気をこの木下のピッチングから感じますね。打順は9番のショート三好、今日はスリーランを打っています。まあ、三好にとっても茂木がいない間にもう一つ二つアピールしていきたいですからね。でもいいホームラン打ちましたよね、今日はね。
十分なアピールになったでしょう。あ、ストライク。今のはスライダーなんでしょうかね。スライダーですね。まあこれだけ腕が振れてればね、はい、いいんじゃないですか。もう少し緩むピッチャー多いと思うんですけどね、そして追い込んだ後、これ頭の中にフォークボールいっぱいになってますからね、はい、バッターが